皆さんこんにちは、フォーゲーマーのレッチです。どうもコシです。よろしくお願いします。お願いします。今回はサモンズボードやっていきたいと思います。はい、はい、新キャラクターエロス。エロス、え、のエロス、エロスに聞こえる。エロス、そう、エロス、そう、言ってるわ。あ、言ってる、もう言ってる。それはそう、まあ、エロスなんですけど、はい、はい、こちら新キャラクター、天魔神宮の新キャラクターですね、うん、すごい、あの能力とかも見てもめちゃくちゃ魅力的な。まあ俺チェーンでね、喋ってましたけ ど、だって3体無敵ずっと続くみたいな。そう、ずっと無敵、はい、バリアってね。でまあ本当にあのそのね、話したやつじゃないけど、バリア、あ、防護貫通とかだと、うん、あの抜かれちゃうから、うん、まあそんなにね、今その無敵が本当にずっと無敵っていうシーンってあんまり多くないけど、まあ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 、とはいえその昔の男女とかだったら彼女がいればもうスススッと攻略できちゃ う、ね、みたいなパターン正直ありえるから、うん、それかまた今あの昔の塔とかをね、ゴリ寄せるみたいな、あーシーンも出てきそう、これのおかげでってのもあったりしますので、うん、あのぜひ入手してほしいキャラなんですけど、はい、コスケさん、他のキャラクターってもしかして全部いるかな。俺全部いますね、多分下の方のさ、こちらも全員揃ってます。ああ、そうなんだ、はい、じゃあもう本当に本当に短期、本当にこいつだけ。やば、何パーなの、見てなかったよね。 0.8 じゃない。0.8。 うわマジ。これでもさ、あーそうか、下の方のあの工場の覚醒キャラって、うん、0.4 だね。あ、なるほど。不銀無人とかも入ってんだ一応。そうだね、前のシリーズというか、うん、そのなるね。いやマジ、ラナの罠だけ気をつけて。ラナ罠ね、ラナ罠。よし、でもまあちょっとやっぱね、最後の天魔シリーズということで引きますよ今。え、ちなみに今は全員います。あ、そうなんだ、はい、この前ので全部揃いました。そうか、あのあれをずっと引いてたのよ、ずっと、あのバレンタインのやつで、ベスタも引いたし、プリエも引いたし、もうみんな引いた。すごいね、そこで引けるってすごいね。俺結局何も出んかったからな。マジっすか、うん、で、だからでもあれだけ、あの黒より1回目だった、黒より出なかったけどね。あ、バースデー、バースデーの、バースデーじゃない、ごめん、アニバーサリーの、バレンタインで、ああ、アニバーサリーの黒よりか、アニバーサ、あのバレンタインの視野も出ないし、うん、あのアニバーサリーの黒よりも結局出なかったです俺の多分3倍ぐらい引いてると思うけどね。けどあれは出たよ、あの人、マリ、ま、ま、マリア、マリア。あ、マジで、アニバのマリア、うん、おー、ええやん。2体出た。いや、そんないらんけどな、うん、っていうね。あ、あとね、何、ゼリオン出た。あ、おめでとう。ついについに精霊を推しに全部揃えました。最後にゼリオン、うっすとか出てきて、こんちょっすよかったゼリオンとかって。ゼリオンまだほんと難しい、多いからね、はい、そういうわけで改めましてエオス、これでね揃えたらないいなと思っております。お願いいたします。本当にやめ込んでる。本当にこれ短期狙いは沼だからな。もちろんカトンボ。カトンボとかじゃダメだね。それなんだっけ、ガンダム、これガンダムゼータ。おお、シエル、シエルネソが惜しいね。惜しいな。まあ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 、シエル、まあ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 、まだこっからよ。こっからでございますよ、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おいおいどい、はい、来ました、これ、これ来ました、ザーリー。ほらほら最初、ほらほら最初、最初スタートだよ。はい、あー、チアちゃん、チアちゃんの方が確率低いけどね。あ、惜しい、いやーなんねーかー。あー、ジョ、ジョベってんの、すごかったな、ジョベってるしな、ジョベってんの、斜めも可能性あったな、ね、違う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 、そういうゲームじゃない、そういうゲームじゃねえから、これ、いきます。もうでもそれぐらいしないと、もう心が、まあね、すぐ違うものにこう寄せないと、それだけに集中するとね、反動がすごいから。ああ、一回ね、こう、ちょっと、一回ね、これ思わせぶりなの大事だから、やっぱ。そう、あ、今引かないのみたいな、ちょっと早くして、うーん、ああ、ちょっと、うーん、よくわかんないこと言ってます。あっ、来た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 、そういうこと。3個目ぐらい、4個目、ここピューンピューン。いや、そこはないでしょ。あ、そうかただまあね、もう結構限定キャラとかポコポコ出 て、ね、出てますね、うん、ある可能性ある。エオス、エオスちゃん、お願い、エオス、エオス、エオス、エオー、ワオワオワオ、もうごまかすか、決めてんの、もうごまかすかここエオス、いいじゃん、いや、いいよ、よしよしよし、
なんか音違った今。ここや、ここ、ここ。最後じゃない？あ、でも、あー、出た！みなぎってきた。いや！みなぎってきたけどね。けど、やばいけどね、この引きね。うん、だいぶやばい。フリーネーダーもいて、うん、みなぎもいるからね。やべえよ。だからメーガスもいるじゃん。うん。やべえ、引きだけど。違う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 。ラスティングね。行ってみよう。行きます。やっぱここまではあの何盛り上げるための盛り上げるための上昇ね。そうそうそう。途中でやっぱねあれだから。チュ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 。おっとも健在し。おちょっす。チュチュチュから始まるパターンね。ここです。チュッス。青龍とか俺もう300年ぶりぐらいに見たもん。もう外せ青龍をセール外せ外すはよくない。持ってない人いるから。持ってない人いるから思いました。こういうことがあると。まあでもね、うん、また半年後に会えるかなと。そうだよ。最近恒例になってるハーフアニバー、もうこれさ、ハーフアニバー今までってアニバーサリーだけだったじゃん、うん、で今ハーフアニバーって登場したじゃん。なんかクォーターアニバみたいな。いらねえよ。1.25 年みたいな。いらねえ。もうとりあえずいつでもお祭り騒ぎだっつって4ヶ月に1回、違う3ヶ月に1回かお祭り騒ぎ来るみたい な, そ、ね、なやっぱでも単発 0.8 出ねえな。まあちょっとね、まあなかなかね、巡り合わせがないとちょっと本当に運が良くないと ね, ね、まあ、でもさ逆にハーフアニバってさすがに来るかな。ハーフアニバまだ来ない説まであるやん、このタイミングだと。まあそうだね。まあまあそんな感じですね。また次登場するタイミングで期待したいなというところですか、うん、そうですね。あ、一応そういえば俺っちに俺行ってなかったわ、うんうん、1個あいつも引いたんだよねっていう話を。ドイツだよっていう話ね。ね、うん、あれあの人どの人槍ベルテ。あ、ベルテ出たん。ベルテ出たよ。検索しな、下の。いやでも文字出んの嫌じゃん。そうだった、忘れてた。文字出んの嫌じゃん。文字出したくない人。あ、ほら、あ、これしちゃった。あ、それあれでしょ、バースデーでしょ。あ、バースデーじゃねえや、バレンタインでしょ。あれ、出てなかったっけ。木でフィルタリングすればいいか。なしでいいかもしれない。あ、違ったわ。あれ、俺、ごめん、嘘ついたかも。本当？その、あれじゃないの。あ、いた。おお、マジやん。これ何出た。普通にあれで出た、あの今アニバで出た。ベルテともう一個来てたよね、なんだっけ。プリエだ。ベルテとプリエ、あとティセラ。ティセラ持ってたから。ああ、プリエね。プリエも出たよ。え、プリエはそこで出たの。もう出た、アニバで出た。へえ。なんであと僕あれだけです。闇の、あ、この前来てた ロゼリッタみたいな。はい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 、はい、なんで結構揃ってきてはいます。すごいね。最近なんて急に。あとゼリオね。何回ゼリオ言うの。はい、覚醒しちゃってや。いや、まだちょっと最近触れてなかったんで、うん、そうですね、素材の方がね。はい、という感じですね、まあ、今回エオスが登場してますんで、はい、皆さんぜひ俺入手してほしいなと思います、はい、といった感じで今回の動画以上となります。それではまた別の動画で、バイバーイ。